こんにちは、つちのこです。5月20日あたりから毎日ね、ネットの誰かを呼ぶを使うと、ポケモンゲット TV のね、おなじみのあばれる君が登場するようになってます。とりあえず呼んでみましょうか。呼んでみます。もうね、毎日登場してますね。ちょっと遅れてしまいましたが、紹介しようと思います。はい、出てますね。ポケモンコレクターレベル1あばれる君、ポケッスー。そしてケムシソが3体登場しています。さあ他の人は、ネットのランダムミーですね。さあ冒険者一覧を見てみましょう。あばれる君、はい、こんな感じでね、あばれる君登場してます。それじゃあね、ステージの方に出るかちょっと行ってみましょう。あ、出ましたね、あばれる君。いやいや、困った。助けるぜ。出てくれました。助かったぜ。ありがとう。スピーダーですね。お、ダイヤもくれちゃいました。よし、じゃあ、やられないように、しっかり引き連れていきたいと思います。スピーダーをもらおうか。突っ走っていくぜ。お、あばれる君めっちゃ速くね。速度速い。あんなに速かったっけ、ミー。よし、行くぜ、あばれる君。ついてこい。はえ、ついてきてるぜ、この速さに。スピーダーもらおうかな。よし、行くぜユンゲラー。はい、やっつけました。クソ早ね。助かったぜ、ありがとう。お金くれました。はい、こんな感じでね、あばれる君登場してます。ちなみに、あばれる君が持っている、あばれる君のケムッソは、僕ね、もう、みんなのポケモンスクランブル、合言葉全種で全部出してしまってるんですが、一応ね、合言葉も出していきましょう。58143-160です。はい、あばれる君ケムッソと。はい、通りのあばれる君はね、スーパースターの効果なのでスポットライトが出るだけです。でポケモン自体は非常に弱いです。多分ね、冒険者一覧から他のねミーたちを外していけば、こうステージにねあばれる君も出ると思うんだけど、さすがにねちょっと削除していくのは多いしね、みんなをちょっとあんま消したくはないので、紹介はねここで終わろうと思います。ということで今回はね、あばれる君が毎日来てるよという動画でした。それじゃあね、これからもみんなのポケモンスクランブル、どんどんね、動画出していこうと思うんで、よかったらね、チャンネル登録してみてください。それじゃあ、つちのこでした。